マンドロメダの雲、魚の口の形、大熊の足を北に5つ伸ばしたところ、小熊の額のその上は空の巡りの目当て。窓のないその窓から寂しげなジョバンニの横顔が見えないか。カンパネルラが手に持っていた銀河鉄道の路線、黒曜石でできた展開の地図、それは幻想四次元の銀河鉄道路線図、銀河ステーション、銀河ステーション、銀河ステーション。明治45年4月14日、書状公開中の豪華客船災難タイタニック号、北太平洋で巨大な氷山と衝突し、あえなく海の木図と消えた。乗客乗員1513名、彼ら全てが犠牲になった。細野晴信のじいちゃんだ。タイタニックが沈んでいくとき、逃げ遅れた爆隊員泣きながら伴走した。乗客乗員は声を合わせて賛美歌を歌い、ハレルヤを歌い、神を称えたと当時の新聞は伝えている。彼らはそうして濡れ積もった姿で幻想四次元の銀河鉄道に乗車したのだった。カンパネルラに付き添うジョバンニに同乗した。衣をまとった神が迎えに来る、散々来る南十二星のその駅まで、淡い地獄の匂いが車内に漂った。リンゴは音もなく抜かれた。その川は落ちる先から青白い光となって急に消えてゆく。そして真っ黒な石炭袋、銀河の裂け目、空の穴、僕たちはみんな本当の幸いを探して、どこまでも一緒に進んでいこう。そこは本当の天上の世界、死者たちが待ち合わせる空間、虚無が口を開く場所。ベイジャー2号はカンパネルラ、そして後から打ち上げられたボイジャー1号をジョバンニと、いつの間にか擬人化している僕がいた。それが地上から遠く隔てられ、
もっともっと遠い距離を飛行する二つの探査機を、まるで兄弟のように仲良くつるみ合いながら、どこまでもどこまでも銀河の果てまで飛んでいく。宇宙の彼方を目指して飛んでいく。あ、ジョバンニオ・カンパネルだ。やっとする天使だけど、あと10年ほど乗ってらっしゃる。かすかな信号を未だ地上に送り続ける。まるで宇宙の果てに僕らの天井の世界があるかのように飛んでいく、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 今も飛んでいく。どこまでもどこまでも銀河鉄道を乗り継いでいく。ジョバンニとカンパネルラの魂のような気がする。手に持つのは銀河ミルキーウェイで組んだ一つの DNA。いや、それは動物性でも植物性でもなかった。それこそが天の甘露アムリカだった。夢から覚めたジョバンニが病気のお母さんのもとへ運んだよ。僕も運ぼう。この銀河で踏んだ一つの牛乳、それ死んだ母のもとへ。僕らのところ、あの中に残っていて、また会おう。お母さん、ありがとう。